岩波講座日本歴史は岩波書店が刊行する歴史学に関する総書。原始、古代から現代に至る日本の全歴史をカバーし岩波講座シリーズの一つを成している。戦前以来、同盟の総書が4回、また同様の趣旨に基づく岩波講座日本通史が1回、刊行されている。これは岩波講座としては最多のシリーズ刊行である。 多数の研究者が書き下ろした専門的な内容の論文を時代別、テーマ別に並べて各巻を構成し全体で日本の原始、古代から現代までをカバーする形式のいわゆる講座物の総書である。編集委員会が時代及びテーマを設定して各執筆者に振り分け出来上がった原稿をチェックして刊行される。一般向けの啓蒙書というよりは 大学生以上の専門的歴史研究者や高等学校などの歴史担当教員を読者として想定した各時代の個別のテーマに関する概説的論文が中心となって収録されている。いずれのシリーズでも別館が置かれ現状を含む研究史、資料論、研究方法論など専門家に資する内容となっている。そのため各時期における 日本の歴史学研究の研究状況及び研究水準が示されていると言える。また、この講座に収められた論考が、その後、その著者の著作の部分として刊行されることもある。編集、印刷が完了した末期から順次刊行を行うので、必ずしも各館の関数が刊行された順とはならない。戦後に刊行された第二次シリーズ以降では、 1> 月1回のペースで観光を行い、著名な研究者、文化人等が書いた小文を収めた別釣りである月報各館の付録としている。月報は各館の観光順に番号を付けている。岩波講座第十字シリーズとして企画され、国史研究会の編集で1933年から1935年にかけて観光された。全び別からなるが、各は 著者別の冊子に分かれており、合計で129分冊である。創設、本編本編,本編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 、本編別編参考編国主研究年表1962年4月から1964年2月にかけて刊行された、全23巻からなる。各時代の最初の巻の関東論文では、総論となる、除説が付されて、 編算委員が執筆している。石本忠、史、古代史序説、林家達三郎、中世史序説、奈良本達也、近世史序説、遠山茂樹近代史序説、井上清現代史序説。また、各時代の最後の巻の最終論文では、各時代の研究状況の解説論文が付されている。八木三宮本久、安倍武史、家長三郎、 古代史研究解説、新田英治、桃瀬けさお、赤井達郎、中世史研究解説、金井まどか、坂井隆人、奈良本達也、近世史研究解説、石塚博道、加藤幸三郎、近代史研究解説、犬丸義和、現代史研究解説。時代区分としては、戦後日本の歴史学において定着した、原始、古代、中世、近世、近,世近代、 現代を用いている。原始、古代1から4巻で、旧石器時代から、陰性期・中世1から4巻で、平氏政権期から、戦国期近世1から5巻で、食法期から、天保機、近代1から4巻で、開国から、日清戦争期現代1から4巻で、日露戦争期から、第二次世界大戦後までとなっている。特徴的なのは、日本における、 帝国主義イコール独占資本主義の成立をもって、近代と現代の区分を行っている点である。原始及び、古代1、古代2、古代3、古代4、中世1、中世2、中世3、中世4、近世1、近世2、近世3、近世4、近世5、近代1、近代2、近代3、近代4、現代1、現代2、現代3、現代4。 別館1別館2975年5月から1977年6月にかけて刊行された。本編23巻及び別館3からなる。各時代の最初の巻の関東論文では、総論となる除雪が付されて、編集委員が執筆している。直木幸次郎、原子、古代史除雪、黒田敏夫、中世史除雪、微藤正秀、 近世史除雪、大石海次郎、近代史除雪、藤原明、現代史除雪。時代区分としては、原史、古代一から四巻で、旧石器時代から、陰世期、中世一から四巻で、鎌倉幕府成立期から、戦国期、近世一から五巻で、植法期から、幕末維新期、近代一から八巻で、母神戦争期から第二次世界大戦期、 現代1から2巻で、占領期から、日韓条約成立までとなっている。原始及び、古代1、古代2、古代3、古代4、中世1、中世2、中世3、中世4、近世1、近世2、近世3、近世4、近世5、近代1、近代2、近代3、近代4、近代5、近代6、近代7、近代8、現代1、現代2、別館1、戦後日本史学の展開別間2、 日本史研究の方法別館3日本史研究の現状1993年9月から1996年3月にかけて岩波講座日本通史というタイトルで刊行された本編21巻及び別館4巻からなる他のシリーズと異なって本編である2から21巻において一角時代の政治経済社会を総合的に概論する 通詞、二角時代の重要なテーマを取り扱う。論説、三角時代の文化に関するテーマを取り扱う。文化論、四角時代の特徴的なテーマを取り扱う。特論をそれぞれ設定している。時代区分としては、古代一から五巻で、旧石器時代から、石貫期、中世一から四巻で陰世期から、戦国期、近世一から五巻で戦国期後期から天保期。 近代1から4巻で幕末維新期から占領期、現代1から2巻で高度成長期以降となっている。近現代史では第3次シリーズで合わせて10巻が裂かれていたのに、対してこのシリーズでは6巻に縮小されている。また、アジア、太平洋戦争による敗戦をシリーズ構成上の時代区分として採用していないのも特徴である。日本列島と 人類社会古代1古代2古代3古代4古代5中世1中世2中世3中世4近世1近世2近世3近世4近世5近代1近代2近代3近代4現代1現代2別館1歴史意識の現在別館2地域史研究の現状と課題別館3資料論別館4総目次、作品二千十三年十一月から二千十五年二月に かけて刊行された。全22巻からなる。各時代の最初の巻の関東論文では、総論となる、正体が付されて、編集委員が執筆している。大津徹古代史への正体、桜井英治、中世史への正体、藤井上司、近世史への正体、吉田博史、近現代史への正体。時代区分としては、原始、古代一から五巻で、旧石器時代から、 石漢期、中世1から4巻で陰性期から、戦国期、近世1から5巻で食法期から、幕末期、近現代1から5巻で、母親戦争期から平成期までとなっている。これまで近代史と現代史が区分されていたが、このシリーズでは近現代史として一体的に取り扱っている。原子 古代1、古代2、古代3、古代4、古代5、中世1、中世2、中世3、中世4、近世1、近世2、近世3、近世4、近世5、近現代1、近現代2、近現代3、近現代4、近現代5、地域論資料論歴史学の現在類似の総書としては、歴史学研究会及び日本史研究会の編集によるシリーズが、数字にわたって、東京大学出版会から刊行されている。 これらのシリーズも岩波講座と同様に多数の研究者が書き下ろした専門的な内容の論文が並んで日本史の前時代をカバーする形式である。ありがとうございます。